はい、それではスーパープリンセスピーチやりたいと思います。では粛々昇山6の6いきましょう。レッツゴー。ん、まさかタッチペンか。またタッチペンですか。なになに、タッチペンで下画面に現れる障害物を叩いて壊しながらピーチを下までたどり着かせます。ちょっと待って、タッチペンが出てこないんだけど。あ、出てた出てた。なになに、障害物を壊せやって。これか。こういう系か。うわあ、大変だな、案外これ。これはない。怖いよ。おいおいおい、ちょっと待って。危なっ。やったー。さあ、あ、ここは全部マックスだ。この向こうに、ここの主、ドラゴン、ドラゴン?がいるかさ、奴は硬い氷で覆われてるから、普通の氷って効かないかさ、炎に効くものといえば?なるほど。おお、ドラゴン。わおー。え?たい。あれ、助けて、ちょっと待って。回復。え、ゲージ回復、ゲージ回復。やめてー!それはひどい。ちょ、ゲージの回復は?回復、回復、回復。うおー、なんだー?タイの、やった、回復だー。よしよしよし。こういうことね。これを、やっ、ていくの。さあ、もう一回回復を。裏からそれはやめて。おっと、よいしょ、ポン。それー、この野郎。なんだ?え?え?え?だーれー?うっそだろよしよし。ゲージがもうないぞー。ないぞー。おーい。それそれ。やったか?バイバーイ。やったー、やったやった。キラピを助け入れた。むにゃむにゃ。そういえば僕、どこから来たんだろう。ここでじっちゃんに会って、調子本村さん。ドラゴンが妖精になった。そうなんですよ。ドラゴンがまさかの妖精になるという、びっくりです。びっくりしました。え?と思って。あいつらの変な魔法を喰らって姿がこんな風に、昔の思い出もなくなっちゃった。聞け、しもべたちよ。この世界のどっかに不思議な力を持つ男の子がおるとの噂。
我の元へ連れてこい。その子のパワーをいただけば世界征服も目の前、ぐはは。イエッサーご主人様。いや、やばいかさ。あ、あれ？なんだこの喋り方は。とにかくここから逃げ。あ、やったかさ。あいつら結構ドジだかさ。落としていったんかい。あ、誰か来たかさ。おーい、気づいてくれたかさ。助けるかさ。うむむむ、さあ、おっちゃん、おいらを助けるかさ。え、おいらを商品するって、それは困る。でも、とにかく逃げないと。らっしゃい。あ、その傘ですかい？昨日見つけたんやけど、さっぱり売れへんねん。なんや、妙な魅力を感じたんやけどな。じいさん、それ、持ってっかい。もう、ただでええわ。ただでええんかい。なんか優しそうなじいさんに言われたかさ。変な頭だけど、キノコ？ん？キノジー？まさか、キノジーっぽくねこれ。よーし、この調子で、あいつらから離れて、じっちゃんの元に帰るんだかさ。なんか、キノジーみたいな人だな。顔が映ってないから、なんとも言えないが。とにかく早くじっちゃんの元に帰らなきゃかさ。その前にあの悪者たちも倒さなくちゃ。おいらは元の姿に戻させるんだかさ。もっとのんびりしている場合じゃなかったかさね。さあさあ少し休んだら悪者退治を続けるかさ。ということで次回からエリア7、スカイザルンルンですね。スカイザルンルン。やりたいと思います。では今回はここで終了です。ご視聴ありがとうございました。